はい。今回はですね、以前ね、開封レビューということで、レビューした、このですね、中国から買ったラジオですね、箱にも、メーカー名、ブランド名はないし、この本体にもね、何にも書かれてないと。何も書かれてないラジオ、なんですけど、開封レビューとね、簡単な使い方は、前回のレビューでやったということなんで、そちらをちょっと見ていただきたいんですが、ちょっとね、使ってみましたという話、ですね。で、大きさなんですけどね、この 20T かな、エルパの 20T と、比べると、正面から見るとね、こっちの、ラジオの方が小さいですね。右側の方が小さいですけど、厚みも似たもんかな、これ。アンテナがね、ちょっとあるんで、わかりにくいですけど、アンテナを外すとこういう形で、似たようなもんですね。今、高さも、こっちがちっちゃいんで、これよりかは一回り小さいといった感じかな。ですね。はい。で、他にも、C57 かな。これもちょっと正面を比較すると、ちょっと小さいと。横幅も小さいと。で、厚みはどうかな、ということですけど、厚みもちょっとこっちの方が薄いですね。57はちょっと厚みがあるんで、こっちが小さいという感じかな。大きさ的にはね、小さいんですけど、あとこれですね、V の111ですね。これも中国から買ったやつですけど、これはね、正面から見ると、全然違いますね。こっちが小さい。で、縦の長さもこっちが短いと。横かな、横幅も。で、厚みはというと、こういう感じでね。厚みはね、これは、ティブディオは薄いんですよ。厚みに関しては、こっちの、今回紹介する方が、太いということなんですけどね。当然、これかな。オーディオコムですね。中身はデゲンですけど、表面のパネルが取れたよというので、修理動画みたいなの出してますけど、縦型、横型ですね。これはね、そのまま並べると、こっちがやっぱりちっちゃいですね。厚みはもう全然違うんで、こっちの方が薄いという感じですね。当然小型のラジオはね、こういうソニーのラジオとか比べると、これはもうポケットラジオなんで、あと電池もね、こっち単32本で、こっち単42本なんで、これはもう全然大きさはこっちの圧勝という感じですね。さらに小さくなってくると、これかな。これも紹介済みですけど、これは、ポケットラジオでも高級な部類になりますね。今も売られてないんですけど、R633V というので、基本仕様が同じものは今もあると思うんですけど、これは、単4電池が1本なんで、これはもう全然違いますね。これは胸のポケットに、入りますし、問題ないですけど、これはちょっと厳しいかな、というような感じですね。はい。というラジオですね。で、ちょっと使ってみたんですけど、ダイヤルが横にあって、チューニングとボリュームですね。それから電源バンドにメーターと、あとチューニングのプラスマイナスと、前面にね、このメモって書いてますけど、多分メモリーだと思うんです。メモリーと、M プラス、メモリープラスとメモリーマイナスということに、なってますね。で、ちょっと使ってみてですね、この前のボタンね、これは一体何なんだということなんですけど、チューニングはここでやるか、このダイヤルでやるか、この下のプラスマイナスでやるかなんですけど、
毎回ね、そういうチューニングでいちいち選曲してられないので時間がかかりすぎますから、まあ、ここのね、前面で周波数を記憶することができます。今、まあ、どういう風にしてやるかというと、まあ、まずバンドを選択して、今、まあ、目的の曲を選択した状態で、このメモというのを押すと、まあ、ここのね、右上のところに、まあ、M っていうアルファベットと、あと、数字のね、まあ、123とか、番号が出てくるんで、まあ、その状態で、まあ、記憶させたいメモリーの番号ですね。まあ、M1、M2、M3 というので、まあ、M20 まであるんですけど、それを押して、まあ、もう一回このメモっていうのを押すと、まあ、その M の、まあ、例えば1に、まあ、登録できるとか、M の2に登録できるという形なんですね。まず聞きたい、静止波数を選択して、このメモを押して、あとそのメモリーの番号を押して、まあ、これで決定という感じで、やります。で、まあ、メモリーの番号は、まあ、1から20までなんで、マックス20まで、記憶できるという形ですね。でそうして、まあ、例えば M の、まあ、10まで記憶させたとしたら、まあ、あとはもうその、このプラスマイナスでね、メモリー番号を移動すれば、まあ、M の1、M の2、M の3、M の4というので、記憶させた曲が、まあ、順番に、出てくるという感じですね。はい。まあ、ちょっと電源を入れて、今ボリュームをちょっと下げてですね。はい。で、ここの M とプラスとマイナスというのがあるんで、まあ、こういうね、ちょっと見にくいですけど、今これ、一瞬出るんですね。4、これ4なんですね。4、5、6、7、8、9、10、今、11、12とかあるんですけど、こういう形でね、まあ、登録できます。これ1ですね。2、3、4。まあ、この非常にね、端にありすぎるんで、ちょっとわかりにくいというのと、まあ、あと、ほっとくとね、この M の番号が消えてしまうんで、まあ、ちょっとそれも面倒かなとは思います。はい。の形でね。はい。まあ、これは短波も、FM も一緒なんですけど、問題点としてはですね、ちょっと今のところ問題点としては、これちょっと説明書がね、入ってるということなんですけど、説明書がないんですよ。ちょっとよくわからないんですが、まあ、これ M の1、2、3、4と、まあ、順番に移っていきますよね。で、M の20まであるんですけど、まあ、これ今10、11、12でしょ ?13、14、15というのあるんですけど、M のね、20まではね、そんなたくさん記憶させることないんですよ。ということはですね、まあ、例えば M の10まで使ったとしましょう。ね。だから10曲登録したと。ね。10曲登録した状態で、この M プラスを押すと、M の11になるんですね。で、もう一回押すと M の12なんですけど、まあ、標準としてはね、多分この、一番低い周波数かな。だから522ですね。522が、ま、デフォルトでは入ってるんですけど、10曲しか登録してない状態で、プラスを押すと M の11、まあ、つまり 522kHz になるんですけど、それでいらないですよね。10曲しか登録しないということは、10曲の状態で次へ移ると、M の1に戻ってほしいんです。まあ、つまり、こう、1、2、3、4、5と進んでいって、10まで行って、もう一回押したら M の1に戻ってほしいんですけど、M の11とか12とかいらないところに行くんですよ。で、そこは、いらない周波数が当然入ってるんで、無駄なんですね。で、頭へ戻ろうとすると、M の20まで行って、もう一回戻るか、元の、まあ、M の11から19、8と下がっていくかしかないんで、まあ、要は M の11とか12とかいらないところをね、消す機能がないんですよ。おそらくね。なんで、その消去ボタンっていうのがないんですよ。まあ、もしかしたらその特殊な操作で消えるのかもしれないですけど、M の10までしか登録してないのに、11、12、13、14というので、プラスをだんだん押していっても、もう全く意味のない周波数しか出てこないし、まあ、それを解消しようと、強引に解消しようと思えば、
M の11に M の1と同じ周波数を入れて、M の12に M の2と同じ数字を入れてというので、あえて2つ分ね、まあ、1から10、11から20までというような形にやれば、多少は使い勝手には良くなるのかもしれないですけど、まあ、すごい面倒なんで、とにかくね、使ってないメモリー番号ごと消去できるという機能がないのかな、というのが、ちょっと不満ではありますね。こうね、明るいところで使ってる分にはまあいいんですけど、暗いところとか、あとこうね、ベッドで夜使ってる時とか、このボタンを押してると、もうその増えてんのか減ってんのかがわからない時があるんですね。その時に M の10を超えて11、12って、なると、この押しても押しても全然ね、聞きたい曲が出てこないということになるんで、M の20まで行って次1へ戻るのを待つしかないんで、そこがちょっと面倒かなというのがありますね。で、あと、この前面なんですけど、まあ、ボタン3つ並んでると。ね、今これ3つ並んでるのはいいんですけど、これ、まあ、明るいところで見るとね、3つなんですけど、手探りで行くとね、同じようなボタンが、ここ、4つあるように見えるんですよ。これめんどくさい。手探りでやるとめんどくさいです。これ間違って押してしまいます、ここ。で横一列に並んでるでしょ、こう見たら。で、形も、こうなんか下向きの矢印みたいな形なんで、ここね。うん。ちょっと面倒というのがあるのと、まあ、あとこれどうなんですかね。これ M プラス M マイナスなんですけど、これ、こっちマイナスじゃないですかね、普通は。こっちがマイナスでこっちプラスじゃないです。感覚的に。だからね、よく押し間違えるんですよ。この M の番号を上げていこうとしたときに、まあ、明るいところならいいですけど、暗いところだと手探りなんで、どっちがプラスかマイナスかなというのがね、ちょっと非常にわかりにくいんですよ。感覚的にこっちがプラスでこっちマイナス、右がプラスで左がマイナスじゃないかなと思うんですけど、まあどうなんですかね。はい。で、まあ、あと当然その A のメモとプラスとマイナスがありますから、まあさっき言ったようにそのメモリーにね、登録する作業がこの3つで行うと。いうことなんで、これもね、暗いところで作業してると、その単純にこうメモリー番号を上げたいとか下げたいだけなのに、間違ってこれを押しちゃってね、で、まあ、さらにこれを押してしまってとかなって、登録してる周波数がまあ変な周波数に上書きされたりとかね、いうことになることがありますね、これだとね。うん、まあ、そのロック機能というのがないですから。はい。あとですね、ここのチューニングとかボリュームのダイヤルなんですけど、まぁ、ちょっと電源を入れてですね、これですね、まぁ、電源を入れて、まぁ、これでもいいですかね。はい、こう入ってますけど、このボリュームは、上に上げると大きくなります。ね、上で台、下でしょうですけど、チューニングダイヤルはね、上にすると下がるんですよ。これ上に上げますよ。な、96、87。減ってるでしょ、これ。これね。下がってるんですよ。うん。まあ、つまり、このチューニングダイヤルは上で下がるんだけども、ボリュームは上で上がるというね、どうなんですかね。バラバラなんですよね。上で上昇、こっちは下で上昇という形なんで、まあ、そこもちょっと、直感的でないな、というところがありますね。